はい、皆様お疾れ様です。シュチュワンです。今日はですね、2022年の8月26日深夜0時22分となっています。はい、本日はですね、データチェンサーの、動向というのをですねお伝えできればなと思います。はい、エンタープライズスペースでの IBC ユースケースの登場ということで、8月19日にね、インターチェーンのブログで紹介されております。はい、データチェーンさんはですね、日本の会社でもあってですね、コスモスインターチェーンファウンデーションからのですね、助成金というのをね、日本で唯一資金調達している、企業となってます。はい、本当にデータチェーンさんと他の大手企業の、コラボの、実証実験っていうのがね、非常に多く行われていてですね、ずっとね、実証実験を進められていて、はい、いよいよね終盤になってきているということですね。はい、ですね、 IBC プロトコルを使用した本番環境でのエンタープライズユースケースについてっていうことで、このブログではですね、説明していると。この4つですかね、NTT データさんの、コラボのね実証実験ということで、デリバリーバーサスペイメントですかね、 DVP といってですね、デジタル資産とデジタル通貨間の決済ということですね。それから USDF というですね、 USD ペックのステーブルコインということですね。あとは中国政府が支援するエンタープライズブロックチェーンプラットフォーム BSN、ビアンジね、デジタル通貨間のアトミックスワップということで、それは3つですね。この4つがですね、今日はね、紹介されていて、非常に興味深い内容となっております。はい、デジタルアセットとデジタル通貨間の DVP 決済 NTT データということなんですけど、NTT データさんとはですね、データチェーンさんがねコラボしてですね、はい、協力して、実証実験を行ってきているわけですけどね、ハイパーレッジャーファブリックというね、もの上のデジタル資産とテンダーミントベースのブロックチェーン上のデジタル通貨との間の DVP 決済ということになっていて、これのテストが行われたということですね。この DVP 決済というのは、決済と同時に証券を交付することで元本のリスクを軽減する決済方法ということになっています。はい、この仕組みによってですね、証券と支払いは両当事者が取引を連鎖させ、取引相手のブロックチェーンによって検証された場合のみ受け取ることができるということになっていると、ね、トラストレスな、はい、仕組みになっております。はい、この実験の結果ですね、東京海上日動、 NTT データ、スタンダージ、トレードウォルツによる新しい国際貿易決済システムの共同実証が行われたと。この実証のアーキテクチャは証券取引の決済を含む他のエンタープライズ分野に適用できるということで、ユースケースが広がっているわけですね。より多くのデジタル資産がブロックチェーン上で交換可能になるにつれて、リスクを最小限に抑えるために、デジタル資産の転送と決済を同時に行う需要が高まるでしょうと、はい、いうことなんですね。はい、NTT データさんの訪問にもですねあるようにですね、はい、実証実験ですね、実証期間はですね約4ヶ月ということで、2021年の8月から行われてですね、はい、2021年の12月までということです。はい、このね実験によってですね、結果がね出たということで、期待される効果としては、国際貿易のリスクを排除ですね、輸出入業者のコスト削減、はい、中小企業間の取引強化、それから取引手続きの簡素化というふうなことは書かれておりますね。はい、例えばなんですけども、貿易の取引っていうのはですね、どのようなね感じなのかなということでね、いろいろ調べてるとですね、全体像というかね、がちょっとね、このような感じでね、いろんな会社がですね、いろんなところとやり取りすると、これがねかなり、手間とか時間がかかったりして、お金もかかるわけですよね。はい、イメージとしてはこんなのかなと思ってるんですけど、それがですね、
期待される効果に、表示、書かれているようにですね、例えば、まあ、国際貿易のリスクを排除っていうところだと、従来の貿易では買い手は前払いで商品を受け取れず、売り手は前払いで代金を受け取れないというリスクがあったと、ね、そのようなことがないようにできると、ね、それから輸出入業者のコスト削減というところでは、貿易決算に関するリスクを回避するため、第三者がリスクを引き受け、対価としてリスクプレミアムを受け取ると。同時交換が可能であればリスクプレミアムは不要ということで、まあ、リスクを引き受けているところですね、はい、銀行、ファンタリング会社、保険会社といったところが、あるわけですね、はい、この図でもですね、保険会社とかね、あるように、まあ、リスクを受け負うところがあるということで、まあ、そういったところもですね、いらないよというふうになってきますと。それから中小企業間の取引強化っていうところですね。技術力や特色を持ちながら、前払いができないために海外で、まあ、新規顧客獲得の機会を逃している中小企業は少なくないと、まあ、新制度はこうした問題を解決し、中小企業間の貿易を活性化すると、ね、いうことになります。取引手続きの簡素化というところもですね、権利と義務の同時交換ということで、まあ、財産の所有権と譲渡が明確になってタイムラグの問題が解決されると、はい、いうことになります。こういったことがまあ、いろんな実験をされていてですね、まあ、本当に利点が多いなというところでね、まあ、その実証実験がいよいよね、まあ、結果出てきましたよということになってますね。はい、まあ、他にはですね、 USDF っていうね、 USD ペイクステーブルコインっていうのがあるみたいで、この USDF は USDF コンソーシアムで複数の米国の銀行によって発行された USD ペイクのステーブルコインということでね、はい、まあ、いろんな、メンバーがいると。はい、使用例としては銀行間の送金をより効率的にすることということで、キャピタルコールファイナンス、インボイス、サプライチェーンファイナンスなどの追加の用途があると。 USDF はプリミティブとして IBC を使用して、コスモス SDK ベースのプロブナンスブロックチェーンで実行されると。まあ、例えばプロブナンスブロックチェーンが他のチェーンと、まあ、相互運用して USDF による支払いを決済できる理由、はい、こちらになりますね。はい、USDF ということでね、載っております。はい、中国政府が支援するエンタープライズブロックチェーンプラットフォーム BSN ビアンジということで、結構前にもですね、まあ、アイリタとかあのアイリスネットに関しての動画をね、ちらっと上げてるんですけど、まあ、こちらもね、まあ、いろんな実験が進んでいるということですね。中国政府は、複数のブロックチェーンフレームワークを組み込み、 BSNプラットフォーム上の一つの、統一基準の下でアクセスできるようにしたいと考えていると。アイリタハブを BSN エコシステムの主要なブロックチェーンプラットフォームとして、まあ、強調しており、 IBC はそれを他のパブリックおよびプライベートブロックチェーンに接続していると、はい、いうことになってますね。はい、まあ、こちらも、いろいろ進んでますよということです。はい、あとソラミツに関してですけど、ハイパーレッジャーイロハの、最初の後継者であり、カンボジア中央銀行デジタル通貨 CBDC ですねの背後にある、共同開発チームである、ソラミツは IBC プロトコルの使用を開始して、ハイパーレッジャーイロハ上に構築された異なるブロックチェーン間でのデジタル通貨の同時交換を可能ということになってます。はい、ハイパーレッジャーのシリーズというかね、特徴がいろいろあってですね、まあ、複数のブロックチェーンということで、まあ、イロハであったりファブリックであったりコルダということで、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、その複数のブロックチェーンが基盤となるプラットフォームとして採用され、デジタル通貨の開発が加速していると。ペイメントバーサスペイメント PVP 決済と呼ばれる、複数のデジタル通貨を同時に交換する必要性が高まっているということになってますね。まあ、先ほどはですね DVD 決済と
ということで、まあ、決済と同時に証券を交付することで、まあ、元本のリスクを軽減する決済方法ということで NTT データさんの、ね、方でありました。デジタル通貨間のアトミックスワップということで、まあ、こちらではですね PVP 決済と呼ばれる複数のデジタル通貨を同時に交換するということですね。複数のデジタル通貨ですね。これは IBC プロトコルを介して複数のイッシュブロックチェーンを接続することで可能になると。ソラミスとデータチェーンはハイパーレッチャーイロハに IBC モジュールを実装し実行可能性を検証する実証実験を完了したということで、まあ、こちらもね実証実験行われていて完了までいったということですね。まあ、そしてソラミツはエンタープライズ IBC のユースケースを拡大するためにフィリピンとベトナムで CBDC 実験可能性調査の実施を開始しているということになっています。はい、要するにですねこの DVP 決済と複数の通貨の交換とか PVP を通じて支払い処理のリスクを最小限に抑えるために IBC プロトコルの使用を開始したということになっています。はい、データチェーンはですねIBC プロトコルを利用したインターチェーンの構築に取り組んでいるということで、まあ、UE プロジェクトの取り組みもね継続しているということですね。はい、まあ、UE に関しても、動画の方を上げてるんですけど、まあ、非常にね面白い企画というかプロジェクトになってますね。まあ、最近ではですね IBC プロトコルを使用して信頼を最小限に抑え、ガス効率の高いクロスチェーンブリッジを可能にする、軽いクライアント検証のプロ棋士発表しているということになってます。はい、こちらの資料はですねブロックデータというところの調査によるということでエンタープライズ分野でも、最も頻繁に使用されているブロックチェーンプラットフォームというのがですねハイパーレッチャーファブリックということになっています。はい、データチェーンさんはですねハイパーレッチャーファブリック、イーサリアム、コルダ、ハイパーレッチャーベース、ハイパーレッチャーイロハの IBC モジュールを、UI プロジェクトですねとして、まあ、実装しましたということになってますね。はい、まあ、これだけ多くのね、はい、名前がねあるわけですけど、はい、このような感じで、まあ、ユースケースっていうのがね、いよいよね増えてきたなというところですね。本当にまあ長い時間かけてですね、実証実験っていうのをね行われてきたので、本当にまあすごいなというところでですね。でまあ、日本の企業ということで本当にね応援している、まあ、データチェーンさんなんですけど、こういった実験をして、まあ、実際に完了してっていうことで、まあ、商用化というかねそういったこともですねこれからね出てくると思います。はい、まあ、かなりですね、まあ、効率よくなるんじゃないかっていうことで今期待されてますし、はい、まあ、そういったね今までのね仕組みっていうのをですね、まあ、こういった新しい技術によってより良くなるということはですね本当に、素晴らしいことだなと思っています。まあ、それに、コスモスの技術が使われているってことは本当にね、まあ、興味深いことだなということで、まあ、ずっとね情報の方を追っております。はい、まあ、最近は、まあ、前回の動画でも出しましたけどねバンエッグとかもですね、非常に高い評価をしているということで価格予想をねしているわけですね。はい、まあ、大体、まあ、現在の、まあ、コスモスアトムの価格っていうのは1700円台ぐらいなんですけど、まあ、2030年ぐらいになってくるとですねバンエッグによると、まあ、1万9000円から2万ぐらいのね価格になるんじゃないかっていう予想されているわけですね。まあ、そういった強気の予想をしているということでね、バンエッグっていう、まあ、ヘッジファンド、まあ、大手ヘッジファンドが言っているというぐらいなんで、はい、非常に、はい、面白い、まあ、展開だなと思っております。はい、こういった日本の企業だけでなく本当世界中でですねこのコスモスに、まあ、今ね寄ってきているということになってますし、まあ、インターチェーンセキュリティなんかも本当に実装されたらですねユースケース、まあ、使いたいところいっぱいね増えてくると思ってます。はい、ということで本当は、本当にね、データチェーンさんすごいなというところで、まあ、日本の企業をね企業として、まあ、非常に素晴らしいなと思います。はい、まあ、コスモスの技術を使っている、ユースケースっていうのもですね、まあ、今後もね追っていきたいと思ってますので、またね動画の方を
アップしていきたいと思ってます。はい、この動画が良かったらですね、いいねとかチャンネルの登録の方していただくと嬉しいですし、そしてリアルタイムでいろんなね新しい情報をお届けしていきたいと思ってますので、またねベルのマークなんかをですねチェックしていただいて、いつでもね情報が受け取れるようにしていただけたらと思ってます。はい、ということで本日は以上となってます。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。